うわあ、この辺って全然街灯がないんだね。浅村くん、もしかして怖い？いやいや、さすがにこれ式のことで怖がることはない。え、綾瀬さん真っ白だよ、大丈夫？何言ってるの、私もともと美白が売りだったんだけど。美白というより漂白だよ、色素抜けまくりだよ。もしかしてそんなに夜道が怖い？怖くありませんが。あ、いつも強がりだ。陰キャ男子の兄とドライな妹、義妹生活。おお、なんだ、黒猫か。びっくりしちゃったけど、かわいいね。黒猫は古来から地域によって吉兆とも凶兆とも言われてきた存在であり、同じ黒猫という存在にもかかわらず、その捉え方は状況に応じて次々と変わる不思議な。綾瀬さん、なんであらぬ方を見て解説してるの？別に、なんでもないから。さあ行こう。素直にびっくりしたって認めればいいのに。お？酔っ払いか？いってててて、綾瀬さん？何してるの、浅村くん。ほら、帰り道はこっちでしょ？いや、そっち遠回りだよ。ここまっすぐ行く方が早いから。バカ言わないで、そっちは危険だよ、見えないの？ゾンビが歩いてきてるじゃん。どういう見間違い？それにゾンビは1体見かけたら20体は隠れている。これ常識でしょ？それ違う生き物のことじゃないかな。ほら、襲われる前に迂回しないと。早く行くよ、早く。いったたた、ちょ待って、腕がもげる。ああ、チャンネル登録、ツイッターのフォローをよろしくね。小説版義妹生活発売中です。おまけ。別に笑ったりしないから、綾瀬さん、怖がりなのを認めようよ。こわかりじゃありませ、うん。サインですか。